はい。あれ？あれ？何もできない。え？何？これ。お、すげえ！守ってくれる。やば、バリアやん。で？ほい。ということで、今回からこの毎朝田中が迎えに来るというゲームをやっていきたいと思います。一応なんか脱出ゲームらしいんで、頑張っていきます。はい、スタートー。ほい。1。接着剤。毎朝迎えに来る田中を撃退しよう。なぜ田中は撃退されるの？はい、撃退の仕方は部屋を移動しよう。気になるところをタップしてアイテムゲット。接着剤。イエス。手に入れたアイテムはアイテムエリアに入ります。ゲット。そして元の部屋に戻ろう。アイテムを使いたい場所までスワイプ。はい。うわ、べつべちゃ。アイテムを使って罠を仕掛けたらドアをタップして田中を中に入れよう。あー、接着剤の上につらい。これはちょっと髪の毛とかいろいろ、特に髪の毛え、つら。あ、右上がヒントを見られる。で、まあ下のが部屋を移動と。 OK、 脱出成功。はい、次のステージ。田中おるよ。ちょっとこっち側もあるんやね。何もない。これは何もないのか。あ、スコップ。じゃ、これでこのなんか穴らしきものをさらに広げる。そして迎え入れると。めっちゃ一瞬どころじゃなくとどまっとったね。はい、次のステージ。お、みかん箱。みかん箱ちっちゃくない？そんなことはない。え、なに、かわいそうな、かわいそうな犬、犬が木の上になぜ？え、猫じゃないんやけんさ。この子をみかん箱に入れて、で、どうなるん？なに？田中？ストーカーやん。家の中におるやん、すでに。ちょ、待って、リトライ。え、じゃあもう、あの、犬を箱に入れただけでいいんかな。はい。どうすか？あ、かわいそうにワンちゃん。え、いい子じゃない田中。え、田中いい子やん。なんな、なんでそんなキラッとん。バナナ。なに、さっきから何の音がしよん。誰？妹？妹にバナナを。え？おお、食べ出した。あ、目がキラキラする。あ、そういうことね。うわー、待って、怖っ。貞子やん、やば。いや、貞子よりもなんかニュルンって出てきたんやけど。やば。はいはい、食べて食べて。でもこのね、1本分しかないっていうのがちょっとよくわからんねーけど、私は3本分ぐらいあげたはず。はい、これでどや、滑ってこけるんやろ、きっと。よし、できたー。どういう関係性かが全くわからんのやけど。お、妹ちゃん。何もできんね。あれ、クラッカー。クラッカーで、なんかびっくりさせるみたいな。田中を。ん？消火器は何もできない。あ、もうなんか、田中が出てくるようなところはない？消火器。これは何をするべきなんだ。じゃ、妹ちゃんにクラッカー持たせてのパーン。連れてかれたよ。関係なかった。全く関係なかった。え、じゃあ妹ちゃんに消火器を持たせる方かな。はい、さあ構えるんだ。行け、そこだ。お、お、お、やったね。聞いてないんかと思った、一瞬。ビビるんやけど。なに、魔法陣、誰か召喚される。誰か召喚され、なに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 、え、え、なにあれ、怖っ。どういう状態かが全くわからんねやけど。とりあえず、あっこは開けちゃいかん。なんか、謎の壺が。お、なんか、外が不気味。なんか、ペンダント。とりあえず、壺を置
あ、ちょっと待って、田中召喚された。え、どこに行くの？そっち外じゃないんだけど。ペンダントの方か、じゃあ。はい。あれ？あれ？何もできない。え？何？これ。お、すげえ、守ってくれる。やば、バリアやん。で？これで。あ、なんかゲットした。ゲットしたんだけど。これで？あ、撃退するの。魔法陣関係なくない？ね、何のオーラを発しようかもわからんし、よく。な、家の中に池ができたんやけど。え、もうこれだけでオッケーやない？これだけでもうな、池ぽっちゃいけるやろ。え、これなんかある？もしかして。え、こんな何もない空間とかあります？え、ちょっと待って。え、何もない。猫！え、ちくわ？それ？そっち？え、なんか、え？え？え、どこ行った窓？ね、なんか窓消えた。ホラ街？ふんふんふん。え、ね、窓どこ行った？窓なくなったんやけど。え、どういう状態？え、ちょっと全くわからない。はい、ちくわ。そういうこと？これでオッケーな。まあ、確かに、ホラ街やったら、ブオーってなるけん、音でバレるみたいな、そういう感じ？誰よ。ね、王子様おるんやけど。しかもなんかドア増えたし。あ、これを王子様に。誰？お姫様おるよ。白雪、おう、窓消えるんやけど、これ。白雪姫みたいな。シンデレラなの？ほうほう。人はどこかに行くのね。で、ガラスの靴。ガラスの剣。あー！殺される殺される怖い怖い怖い。何を渡せばいいんだ？このガラスの靴を渡せばいいの？はい。あたし？連れてかれた！いや、脱出はできたと思うんやけど。しかもあれ、これ田中？違うよね。てか、なんかよく見たら花輪くんみたいに見えん。え、待って、トランペット？え、騒がしくない？うわ、うるさい、うるさい、うるさい。田中が呼ばれそうな。あ、ほら。ほらー。ほらー、田中召喚やん。待って、じゃあおひ、え？もしかして。違うな、王子様回収できるかと思ったら違うね。え、これ、こっちより先ないよね。ん？いろいろ回収して、お姫様に剣、違うね。これも違う。これで王子様が呼ばれる？あ、で、私は小さい方のドアから脱出すればいい。あ、隠れるんね。なるほど、そういうことね。はい。普通気づいて開けん、あっこ。ねえ、あっこまで来るんやったらさ。はい、そして次。お、何もないよ。なんか、うわー、出てきた。怖い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 。いや、ほんともうね、このとっくに家に上がり込んどるっていう。いや、恐ろしすぎる。え、なに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 、なんでそんな怒られてんの私。え、妹ちゃんどうした？タオルゲット。ん？タオルゲット。え、このタオルどうするの？こっちに変える。いや、何もないな。え、これをかける。こっちをかける。あれ？ん？これをなんかさらに足したりとか。いや、できない。どういうこと？外からも田中やってくるしさ、中にも田中おるしさ。え？何都合ですか？え？何都合ですか？え？何これ？どうすればいいの？これ自体もゲットできたりとかしないな。え？何もできんやん。ここに敷く？いや、できませんけど。何？ないんだけど。はっ。妹が現れてから何かをするということは別にできないのね。え、どういうことだ。え、わからないんだけど。え、わからないんだけど。何か。
でもこの2つゲットできるっていうことは、何か、どうなん、何がどうできるんだ、空中、いや何もできない何もできないよ。何なの、何がで、何もできんくない、ちょっとちょっとわからないですよ私、ちょっとちょっと行き詰まったよ、行き詰まってしまってよ、全くわからねえ、こうできない、マジでどういうこと、ちょっと待って、こっちじゃない、こっちじゃない、ちょっと待って、それバレバレだからバレバレだから、それそういうことか、隠れミナみたいに使うってこと、違う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 、じゃあこっちのこの布を使って、それでもわかるけどなそれでもわかるけどな、どうなん、なんでわからんの、手見えとるし分かるやろ今の、はい次、また何もない、なんか窓でかくなった、お風呂場、ほうほう、なにこれ、なんかまきびし巻きびし、もう巻きびしだけでいいんじゃね、ゲッタ、なるほど、自分はなんか無事でいられるようにみたいな、何もないね、じゃあここばらまいて、この下駄はどうしたらいいんやろあれ、このこの下駄はどうしたらいいの、どうやって履かせれるの、ちょっとわからないんだけど、これだって絶対履いて出るよね、なんか自分は無事でいられるようにみたいな、この辺置けないんだけど置けないんだけど、どこに置けばいいのこれ、置けなくない、ん、どういうこったい、とりあえずこの状態で呼ぶ、あもうゲットしてるだけで大丈夫ってこと、あなるほど、勝手に使ってくれるんやあなるほどなるほど、何これ、餌入れ、なんか犬とか猫の餌入れ、ここに何かしら餌を、お猫がいる、こんにゃく、こんにゃくとかゲットしても、ちょっと待って、怖い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 、何今の、私何があるんやろって思ったのに、穴だったのあれ、怖っ、キャットフードあるよ、扉を開けると何もいないのに閉めると猫の影が、はい入っておいで、これってもう猫が出ていったけど、何をどうすればよかったのこれ、普通に出ていったんだけど、待ってよ、キャットフード入れるでしょ、で食べてます、出ていかないで、ちょっとこのこんにゃくをいやどうにもできないですけどこんにゃく挟んだ、これで、それで撃退できる、いやすぐ後ろ通ってったよ今いや、あれは捕まるんじゃないの。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。